三重県ってファミリーマートあるんだ。あるだ。三重県ってエレベーターあったんだ。あるだ。どんな。はい、皆さん。いや、彼氏だけやっちゃわかんない。皆さん、こんにちは。てってれーとてとてとっててーてってれーとてとてとっててーるるるるー。はい、今ね、はい、松坂にやっと着きました。松坂といえば牛肉がめっちゃ有名、はい、松坂牛ね、はい、まあ、神戸ビーフと、まあ、2大だね、レベルがもう2トップ、そう、日本のトゥルマハル、松坂牛と神戸ビーフ、神戸ビーフ、ムバッペとメッシブル、メッシとクリロナみたいな、ね、あ、そうだね、クリロナ、日本でクリロナだ、あ、クリロナです、え、何 CR7? クリロナです、え、クリロナじゃないの、クリ、クリロナのロナ、そうそうそう、クリロナ、クリロナ、いや、俺、あ、マジ、なんていうの、CRCR7 の方が CR7 か、あの、チャエロ、ナイスイダンチャエロ、言ったことないわ、いや、クリロナ、クリロナです、クリロナです。じゃあね、今回は俺のおごりで、しゃあこの3人がね、引っ越しの手伝いと、はいはい、あと、ジェロムが痩せる、俺がインドネシアの旅行の後に俺が絶対痩せる、次日本来る時も痩せる、次日本来る時も痩せるけど、ちょっと、うん、まあ痩せるは痩せるけど、でもシックスパックじゃないよね。はい、皆さんこれはね、日本語では言い訳。クソ上げー、クソ上げー。じゃあ財布置いていくわ。じゃあ俺も財布置いていくわ。いやいやいや、無線食い、ただ食いになっちゃう。じゃあ俺らが拾って、それ返す。オッケー、じゃあアイス聞いたらわかる。クソ上げー、レッツゴー。By the way guys, kita masih di stasiun. Nih, Matsusaka. Harusnya Z ya, Matsuzaka. Matsusaka. Saka lah. Zaka jangan. Matsusaka. Eh. Ya, kore macam kata ni ni. Kasara. Matsuzaka deh. Matsusaka. Saka. Saka. Matsusaka deh. Eh. Eh. Ya, Matsuzaka. Dah tahu boyo. Naga Matsusaka ka Matsusaka. Matsusaka jangan. Eh, Matsuzaka jangan. Zaka deh.松坂牛だ。え、待って、松坂。え、坂って書いてある。そう、坂って書いてある。びっくりした。まあ、二通りの読み方があるらしい。いやー、びっくりした。なんか、この5年間半、いつも松坂。そうだ、ね、だって、坂先になるみたいなもんだよ。でも、どちらも正しい読み方です。あ、よかった。じゃあ、はい。わかりました。松坂って読む。オーケー、ゲタライクリフ。シャー。シャー。フルバンガッ。モアトかや。おー、モアト、バンガッ。タンナー、キタ。クルス。口折りかも。お、ハルハルー、人間やね、お、ちょっと疲れ、え、三重県ってファミリーマートあるんだ。あるだ。え、三重県ってエレベーターあったんだ。あるだ。どんな、oke, kita keluar. Let's go. Masukin. Bye bye. Yuk. Oke. Oke. Muka-muka senang semua ya. Mau makan atau zaka? Pasti. Semua mukanya senang banget. Dengan gratis. Kalau gue pikir-pikir, emang uang itu nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi kita bisa berbagi ke orang lain atau membuat orang lain bahagia. Dengan apa yang kita punya dan dengan membahagiakan orang lain, kita juga bisa jadi bahagia, karena lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, memberi itu menurut aku nggak cuma uang itu salah satunya, tapi kita bisa memberi dengan waktu, memberi perhatian, memberi kasih sayang, doa dan sebagainya. Apapun yang kita punya, nggak semua tentang materi, dan dengan memberikan apa yang kita punya, kita bisa bikin orang lain bahagia. Dan dengan membuat orang lain bahagia, kita juga jadi ikut bahagia. Jadi, menurut aku, salah satu cara untuk jadi bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain. Itu sih yang aku sering pikirin. Mantap jiwa! はい、皆さん着きましたね。また来。
えぐいうまいらしい。あ、やば、メニュー載ってるわ。てかもうホテルやん、これ。ホテルみたい。やばい。行きましょう。行きましょう。何年の歴史があるの、これ。これ日本一なの、松坂一なの。松坂ナンバーワンらしい。いい。1988年提唱だから多分絶対高い。いやー、また Let's go。 うわうわー、やばー、旅館じゃない。 OK guys、 わーおわー、ギレすぎね。ギレやばやばい。私このビザプロチャイはいいにです。わーおパスティホテル。わーおわお、あー、apa ini? Wow, hotel ya, gila, gila. Wow, okay, wow, yaba, yabai, 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 yabai. これはやばい。はい、皆さん。すき焼きが1人19,000。19,000で、ルピア、ルピア、焼肉、焼肉が18,000。多分人生最高。ちなみにこれが一番高いやつ選んだ。一日中働いたから。まあでも本当にうんつんなことに引っ越し屋頼んだらもっとかかるから。そうね、そうね。確かに引っ越し屋頼んだら15万は15万ぐらいするから。まあだって俺は契約解除までやったんですよ。うんつんなこと。これ鍵まで返してるから。うんつんなことで。うんつんなことです。それを考えればまあ安いもんかな。そうそうそう。面倒くさがりなジェロムからしたらね。しかも友達に溺れるっていうね。最高じゃん。最高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 で3万ぐらいで良かったね、一人な。うん、いやまあ10万とかでもたくりやん。一食10万のやつ聞いたことない。いやでもごちそうになります。ごちそうになります。おいっす。これでね、人を幸せるしたら自分も幸せる。じゃあ毎回お願いします。毎回は違う、違う、別の話です。じゃあ、1ヶ月に行ってお願いします。いや、まあ、お金儲けだったら大丈夫けど。ローストビーフ。はい、前菜いいお肉すぎる。おかしい、前菜がいいお肉すぎるから。違うわ、みんなの顔がもう。いや、でもあれの顔違うね。ちょっと緊張してる。確かに。出た、この高級店の高い箸。この和紙だけで10円ぐらいするね。え、こんな包まれ方してるの見たことないんだけど。ああ、うわ、うわ、いい箸だ。匂いそんな変わらない。いただきます。いただきますか。いただきます。まあこれは普通じゃない。残念だよ。いただきます。いただきます。香りが、さあ火を入れていきます。うまっ、旨味がすごい。さすがすぎる。タレうまめちゃくちゃ炭火だ。サウナっぽいですね。炭火焼肉初めてなんだけど。確かに、確かに。どうやってこれ、やっぱ上にさ、そのまま、あ、そのままなわけで。はい、次何が来ました。次はお肉のすまし汁、肉すましですが、お肉がまだこんな感じ、生です。中に三つ葉が入ってます。これおだし。今から今から、あ、だし、熱いおだし注ぎます。好きなおだし、一度蓋をします。なるほど、なるほど。15秒。お願いします。キタブカ、一枚だけだよこれ。でも絶対高い。いただきます。いただきます。柔らか、肉が甘い、甘みすごい。柔らか、やばい、もうみんな同じ行動してるよ。溶ける。
この出汁マジでうまいんだけど。出汁バカうまい。肉汁。ああ。出汁うま。いいよこれ。何これ、これはもしかしたら大阪牛の。俺これ4リットルぐらい飲めるやつだった。いやマジで。マジで今日これお持ち帰りしたい。水筒に入れて。さっきの肉も出汁染み込んでて。やばい。ちょっと肉を。やばいなちょっと。だし、わかるわ。だし、エグい。鶏まげかもしれない。だし、エグいっすね。マグロ節使ってます。次、三種盛りをいただきますね。左側から行きましょうか。季節のお野菜のゼリー寄せ。ゼリー寄せ。はい、ゼリー。でも、お肉も入ってる。おい。真ん中、白いキノコで作ったムースになってます。ムースはスプーンで出し上がってください。まあ、わかりました。出してあるのが、はい、また特製牛そぼろ、金箔、金箔ついとるで。わお、やばい、わおすぎる。わお。はい、じゃあゼリーいただきます。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 うん、そぼろの香りが、うん、うん、後からめちゃくちゃ来る。そぼろが、うん、すごい来る。めちゃくちゃうまい。もらえない、食感が、うん、デリデリ。これがムース、この時間のところの珍しくない？キノコのムース、マジでファインダイニングすぎるね、量が少ない。そんな一発で綺麗に取れるの？すげえな、お前プリみたいな。あ、取れるわ、取れるわ、取れるわ。いただきます。いただきます。うん、うわうまっ、うまっ、なにこれ、キノコうまっ。普段ムースはなんかあの甘いやん、うん、うわ、これがポルチーニ、なんだろう、クリーミーすぎる。後からどんどんキノコのうまい、何これ出てくるの、うまい、やば。まだ肉きてないのに相当満足度、めっちゃ濃厚だ、めちゃくちゃ濃厚だし、うまい。何これ、いやうまい。キノコ嫌いな人でも食べれる、うん、食べれる、嫌味がない、そう、嫌味、キノコのよくある、うん、ゴールデンソボロ、ゴールデンソボロ、金箔でかっ、ね、あーこれやばい。そぼろってそぼろだけで食べるもんだね、いつも味濃そうだ、いつもご飯食べてるから。甘いし濃厚。あ、いや、すき焼き、あれ、すき焼き、すき焼き、すき焼きで食べる、すき焼き、グープレ。揚げ焼きから焼いていきます。はい、ヒレ肉からです。ご飯ご一緒にされます？後の方にしときます？僕一緒で、一緒で、はい、うん、あ、おかわりご自由ですね。あ、マジか、はい、もうなくなりますよ、パパがなくなる。なんか、肉、一口ひどだわ。そう、マジでいける。全然ある。いや、まず肉によって、あ、そう、で、食べて、で、あ、後味でもう一個で、ソースだけで虫死ぬって感じ。ひどがひどい、やばい、やばいの来た。やばい、うわぁ、ありがとうジェローム。ありがとうジェローム。ごちそうさまです。どうぞ、少して。特製のお醤油のタレにつけて焼き、付け焼きになります。見た目濃いでしょう。塩分はでもね、控えめ、辛くないお醤油です。色が濃い。レモンが入ってる。レモンが濃くないらしい。ね、色はめっちゃ濃そうだけどね。しょっぱくないらしい。髪がつきました。あ、こう乗るな。こんな感じか。つけ焼き、つけ焼き。つけ焼き。うわぁ、うわぁ、見たことない、こんな分厚い肉を網焼きするの、うん、いい、うわぁ、焼き加減、それぐらいが好きですか。ちょっとレアぐらいかな、うん、これステーキ、これステーキね。うわぁ、本気にゃ、おいしそう、ちょっとありました、うわぁ、このタレもめちゃくちゃいいね。いや、もうこれだけで米いける、お醤油が焦げる、これだけで米いける、いけると思えてる。もう2杯は食えてるわ。食えすぎやろ。みなさん、やばいです、はい、近づけて、やばいです、はいはいはい、やばいやばいやばい、はい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 、いただきます。おえ、うわ、
俺の脂肪より。マサカ牛はメスのみなのでオスはダメなんです。なるほど。柔らかすぎる。まずは肉だけで。じゃあ肉だけでいただきます。うわ重っ。いただきます。異世界に行った？生きててよかった。中世界行く？どこや。入部した。入部した。ちょっとこれはやばいっすね。うん。なんでこんな分厚いのにさ、噛み切れんの？すごい柔らかいでしょ。甘みというか、旨みも外のタレと、で中から肉のね、油の旨みが来て、やばい、これマジで米なくなる。うん、片方一ヒレだと思う。うん、うまっ。これ超えることないわ。うん、辛いめっちゃうまい。ね、めっちゃ辛くない。全然辛くない。お肉流しちゃいますね。あの人、食べます。めっちゃ合う。うわっ、うわ、ほんとだ。マジ、うん、めっちゃ合う。辛子出さなくていい。いや、辛子だけやっちゃあかん。あぁ、わさびすぎる。これはこうや。さあ、玉ねぎ。バー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 。わ、肉終わっちゃった。うわ、甘っ。やばい、ぎゅうま。あ、マジか。はい、お願いします。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 ラウンド2。よっしゃー、ご飯。じゃあ香りだけでいい。米好きやん。師匠見て、ご飯。シシトウじゃなくて肉でやった。うわ、シシトウうまっ。うん、ちょっと形確認して。シシトウじゃなくてネギで。野菜の肉。あ、うまい。でも辛くありませんでした。ラストや。ラストや。本当に今食べていいの？本当に大丈夫？いいの？大丈夫。俺はもう決定した。うわー、最後まで美味しいやん、この肉。いやー、素晴らしい。うますぎる。やばい、すき焼きが楽しみすぎるな。はい、次はすき焼きですね。はい、準備としてはこれ。おたまたまね。そうね。見てどうだった？トラウこのでか。この黄色、多分世界で一番美しい黄色。この台 の、 あのどれぐらい曲がってるか計算してもらって。そして、ここにサヨサヨラニャーバツキヤキ。この椎茸よ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。そう。これ。切り方がめちゃ綺麗。いやはい、皆さん。牛が来ました。超綺麗。牛肉がめちゃくちゃ綺麗。おこれめちゃくちゃ綺麗。マジで綺麗だな。これは牛 A10 だね。エースラテス。わー、うわうわ、わピッカピカのパンチ。これ何ですか？塩、砂糖。砂糖。砂糖か。お鍋冷たいまま。冷たいの？冷たいままでやるんですか？ギューって言わせない。肉でかっ。熱いとこにいるとお肉がびっくりします。なるほど、なるほど。硬くならないように。人間と同じだよね。優しさですね。いや、そうなんだ。うわ、優しい。うわぁ。うわ、優しい。本当にこの甘くはならないですけど。へぇ。肉厚みがありますから。なるほど。醤油。さっさまり醤油。昆布だし。だし、だし。昆布だし。少しだけ入れます。ほとんど水分ない状態で焼いていきます。
はい、準備。じゃあ卵ね。卵ね。はい。うわ。うわ。でか。でか。卵見えないでも。うわ。いただきます。わあ、ちょっとこれは、こう油が、うわあ、そうだからヒレが、その柔らかいから、なんかロースの方が絶対やばい。ロースもやばいっす。腕バンガップ。いただきます。歯いらんよね。うわ、米。うわ、待って、俺言うな、こやばい。異世界。あー、ごめんなさい。それ無料な。俺らグラッチでこれ8万か。8万の価値がある。そうだね、そうね。ご飯のスピード感ね、これワンコそばだよ。じゃあ、さよならです。お肉ばかりや。絶対言うのかもしれない。ネギめちゃくちゃ多いですね。すげえ。ご飯お願いします。はい、すみません、僕もお願いします。あ、すみません、僕も。じゃあ、すみません、僕も。4つ、はい。じゃあ、これ、4杯目か。うん。はい、皆さん、ご飯、4杯目です。大きい。そういう企画じゃないんだけどね。一旦この鍋が来る前に行った時に、この皿にあるやつ、マジでそう。豆腐でいける。本当に豆腐だけでいける。4杯目。いただきます。うわー、重い。うえなんか、ぷよんぷよんだ。うわ、染み込みすぎてる。はい、最後の肉。うわうわ、最後ね、食べ終わった後の残った卵をご飯にかけると。うわー、美味しい卵かけご飯。これ5杯目だ、6杯目だわ。それやっていいか分からなかったラインだったわ。油いきます。うわ、マジで油がうまっ。ほんまにうまい。油、うわ、ごめん、うわ、いじめちゃう。うわ、うわ、うわ、もう、もう、ってきて。マッチョと真ん中。めちゃくちゃでかいね、このシイタケ。ね、でかっ。めちゃくちゃ模様も綺麗。ほぼカメラのレンズと一緒やろ。確かに。もう、ぴったし。ぴったし。いただきます。いただきます。うわ、肉がついてる。うわー、うまっ。待って、このシタプド、ステーキや。肉だ、よ。しいたけステーキだ。弾力が、食感がもうステーキや。全然臭みないな。うん。はい。来ました。来ました。ご飯の5杯目。最後は俺はこの玉ねぎとタレと卵。逆にこっちに行っちゃおう。いえ、行きます。行きます。おお。よいしょ。恐ろしいことしてた。うわ。お肉の布団ね。幸せですね。幸せ。幸せ布団でしょ。ちょっと高いね。いただきます。ます玉ねぎご飯。玉ねぎ絶対やばいわ。うわ。うん、匂いは分かったけど、やばっ、こんなにうまいと思わなかった。牛丼や、人生で一番美味しい卵をかけてご飯。マジ、ほんまにうまいわ。マジやばい、やばい、うん、やっちゃおう。
ごちそうさまでした。ありがとう、ジャーム。ありがとう。こちらこそ。ありがとう、牛。牛もありがとう。え、いくら？いくらですか？いくらですか？はい、皆さん。合計8万1180円。ごちになります。そうです。生々しい。うわ。いや、美味しいでしょ。美味しかったね。美味しかった。幸せでした。はい、食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。幸せな空間すぎたね。いや本当に最高だった。史上最高の肉。史上最高額。人生一です。いや、それ美味しいじゃない。いや、めっちゃ美味しいです。人生一でもある。人生一イコール一やね。人生二番目は、うん、また俺のあごでしょ。そうだね。おごってもらうとき毎回1位を更新してる。じゃあ次どこがいい？次あるんすか？次あるんすか？次どこかな？銀座かな？ごちそうさまでした。はい、じゃあということで皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録シェアお願いします。オスルボーイ。ワン、ツー、スリー、ジワ。じゃあまたね、またボー、ジワ。